どうぞ。です。では飛んでいきましょう。垂直跳び、レッツゴー。将棋の駒を刺すかのように刺すかのようにいきます。おお、いきます。待って、嘘でしょ。いける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 。はっ、おお、低くない？35センチぐらい。35センチ。33センチ。33センチ。あ、でも私たち2人も30センチ以上飛んでるね。飛んでるね、うん、というわけでマヨネーさんは41歳35センチ。はい、リサお姉さんは現在29歳30約33センチ。41歳の平均は女子 34.6、はい、4ミリしか多くない。リサお姉さん29歳の平均は女子 38.5センチ。やばい、5センチも飛べてない。キチン。ちょうど体前屈で柔軟性です。いきます。あー、よし。あー、これはここでいいですね、うん、ありがとう、はい、ではパンダの柔軟性をぜひレッツゴー。多いね。あ、オッケー。あ、でもいいんじゃない、いいんじゃない。これはりさちゃんの長座体前屈はピピピン52センチ。お、平均で 44.5。 イエーイ、やった。そしてマヨネーの長座体前屈は55センチ。そして41歳もしくは40代の平均は 43.30。 おー、私たち来たー。ではリサお姉さんの握力まずは聞き手からです、はい、どうぞ。いくぞ。なっあれ引く。いや、それ以前にさ見せて。 26.6 下がった、はい、聞き手じゃない方行きましょうか。はい、行きます。どうぞ。声よ。え、聞く。26.2。 26.2。 おー、じゃあ平均は後ほど。はい、はい、では聞き手の右手からいきたいと思います。はい、ふん。何これ。あ、31.4。最高記録が出た。おー、学生の時より。すごい。では左手、利き手じゃない方いきます。はい、せーの。28.6。おー、はい、じゃあ反復横跳びだね。はい、これ小中高お姉さんもやってたよね。やってました。いや、割と普通に早いじゃんと思って。みんな早い。びっくりした。結構みんな早いですよね。これ力むどうぞ。じゃあこれで、はい、測っていきたいと思います。はい、では用意
タート。あ、ごめんなさい、ちょっと待ってください待ってくださいよし、すいません、改めて1分です。長いな。はい、いきます、よーい、スタート。リサお姉さんもせっかくだから1分やってどれくらいなのかみたいな、ちょっとプチヒートみたいな感じで、まあ、あの結果は20秒で出しますけど、はい、とりあえず1分やります、はい、はあ、よーいドン。あ、そうって、すごい本当だったな、あと5秒で終わり一応20秒の段階で数を後で動画で起こします。あと37秒、やばやばいよねやばえ、きつくない？足がもつれる。うん、気をつけてね。なんかだんだんさ、限界っぽくなってくるね。あ、踏んでない踏んでない踏んでください。あとでも16秒、意外に減りそうじゃない？きついきついですか？もう足が動きません。5、4、3、2、お、日が差してきた、1、カンカンカーン。あ、でもなんか私より疲れてない、さすが20代はい、みたいなさ、結構高くない？高いですよね。世の中の人はみんな運動してるってことかもしれないなんか、なんだろう、学生時代って本当になんか体効いてたんだなって、うん、確かに思います。なんでしょうね、なんでしょうね。でも、まあ、柔軟性はさすがにダンスやってるから日々やってる柔軟性だけは良かったということで、はい、でもいいよね、こうやって、ね、あの、じゃあもうちょっと頑張るぞって思えるからね、うん、よし、というわけで今日はこんな感じでしたまたやりたいと思います。じゃあ概要欄からゆさちゃんの動画も見てください。ありがとうございました。